第二ボタンってあるでしょ。うん、あれもらった瞬間はいいけど捨てづらいよね。あああの人は無理そうだからって妥協して、そんなに好きじゃない人からボタンもらっちゃったら結構長く持つことになるよね。どうすんだろうね、そんなに好きでもない人からの第二ボタン。でも捨てるに捨てれないよね。うんね。そういう第二ボタンを持ってる人からかき集めてオブジェにしたら話題になると思わない？うん、アート的な？なるなる。なるよね。なると思うね。じゃあこれあげるね。ん？おやすみ。世界知らない。みなみかっこいい人だったよ。だからなんだよ。あのさ、朝すごい目覚ましかけてない？うん、スヌーズ機能でかけてるの、たくさん。起きないよね。一発目で起きる気ないよね。うん、最初のはかません、二度寝を楽しむための。それすごい迷惑。私一発目で起きちゃうし。それさ、私じゃなくてスヌーズ機能に文句言ってよ。その言い方腹立つな。スヌーズ、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 スヌーズ。あ、明日母の日じゃん。だね。え、みなみなんか準備してる？まあまあまあ、いやそんな。絶対してるじゃんそれ。まあ、いやいや、まあ、ちょっとだけね。ほら私はこう学生でさ暇じゃん。お姉ちゃんさ社会人だからさ忙しいからさ。いやいや、でもでも買わなくていいじゃん。気持ちがさ伝わればいいのよ。例えばさ、マッサージしてあげるとか。まあ、お母さんさ、腰叩いてたよ。えぇ、うん、てか、みなみは何あげんの？まあ、そんな大したもんじゃないよ。あれ？ん？え？あれ？これ？これ、エステ券？エステ券？いや、そんな大したもんじゃないよ。え、妹がエステ券で社会人の姉がマッサージってさ、普通逆だよね。うん、っていうことでこれ二人からってことにしない？どう？そういうのもありだと思う。たまにはこう一人一人じゃなくて、うんうん、二人で行ってきてねって喜ぶと思うな。じゃあ手数料と発案料込みで7割負担でどう？お姉ちゃんが7割。うん、うーん、うん、うん、手数料とさ、うん、こう発散料もあるからさ、うん、はい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 、ね、はいはい、7割ね。うん、手数料と発散料、発案料と、え、何あと何用意した量と、そうそう、全部全部込み込みで7割。はいはい、そうですか。7割ですか。宇宙人から見たらさ、うん、
私たちも宇宙人だよね。あ、まあね。遭遇したらさ、向こうもめちゃくちゃびっくりするよね。まあするんじゃない。お互いさ、ああってなるよね。うん、なるね。楽しみだね。ね、うん、楽しみってどういうこと？楽しみってどういうこと？だって人間と、うん、宇宙人、うん、宇宙人と宇宙人、うん、はっ、あっ、あっ、びっくりするんだ。びっくりするの。そうなの。そうなの。そう、楽しみだねって。どうする、宇宙人に会ったら。握手するかな。握手するの？うん。写真は？撮るよ。写真写るかな、宇宙人。お化けじゃないから写るでしょう。そっか。でも科学的な判明とかないよ、宇宙人。自分で宇宙人って言うかもしれないから。宇宙人だって。我々はって、我々は宇宙人だって言うんだよ。貴様も宇宙人だって言われるかもしれないよ。確かに。そしたら地球人だと宇宙人だだよ。だから何人か分かんないけど火星人なのか分かんないけど、うん、そう、なんとか星から来たのなんとか人だよって言うんだよ、日本語で。日本語かな。日本語で。そうだね、そもそも何語だろう。ねえ、何？なんでもない。ねえ、それよく言うけど何なの？なんでもない。なんでもないのになんで話しかけんの？なんでもないことを伝えるため。じゃあなんでもなくないじゃん。うん、だからなんでもないって伝えたじゃん。はあ？ねえ、なに？なんでもない。はあ？なんでもないってことはなんでもあるってことなんだよ。どうしたのよ、なんかあるなら言いなさいよ。ちょっとあるけど、うん、明日ね。じゃあ明日。明日でいいの？明日にしよう。発酵させようと思う。発酵？熟成かな。うん、こと。うん、ありがとう。ねえねえ。うん？何にもない。いや、何でもないならさ、何でもないって言わなくていいじゃん。何でもないよって。伝えたいから。じゃあなんで何でもないっていうの？なんか何でもないよって、今何にも思ってないよっていうことを伝えるために何でもないよって言ってる。はあ？何でもないっていうことは本当に何でもないの。何でもないんだ。何にもない。よかったね。うん、平和だ。明日も晴れるかなって思ってるぐらい。女優さんってすごいよね。どこが？え、だって私写真でうまく割れないもん。ほーら。ん？でしょ？ほーら。ほーら、こっちも。私さ、絶対にいい笑顔で写真撮る方法知ってるよ。え、何それ。ちょっと教えてよ。何？お姉ちゃんこっち向いて。え、ちょっと待って、ちょっとここは、はい、どうやって撮るの？ハラハラ。どうやって撮るのか教えてよ、はい、チーズ。あれ？
それ道具だったんだけど。了解。どうも、しっかりして。はい、どうぞ。天才？天才？天才じゃない？でしょ？じゃあ今度は私が撮ってあげる。こっち向いて。私知ってるよ。いいんですね。待って、知ってるから無理じゃない？はい、知ってるよ。行きます。はい、やってみよう。やってみよう。あれ、動画だった。嘘、吐ける。本当にお姉ちゃんやめて。いっぱい撮っちゃった。本当に？え、でもさ、どう？でもいいかも。一緒に撮ったね。お姉ちゃん、男子ってさ、わかんないよね。なに急に。女心は難しいって言うけどさ、男心も大概難しくない？もう理解できないことあるよね。あー、わかる。うん、なんで男子ってさ、修学旅行で木刀買うんだろうね。え、そこ絶対買うよね、木刀。うん、そうね。切れないじゃんね、木刀じゃ。えい、切れたら大変でしょ。切れないからいいんだよ。あとさ、剣のキーホルダーも買うよね。ああ、それは買うね。あの緑の宝石ついてるやつでしょ。そう、だいたい緑。こんなちっこいの。それはキーホルダーだからね。うん、させないじゃんね。ねえ、なんでさっきからそんな危ないことばっか言うの？だって刀と剣だよ。あ、盾も置いたら売れるかもね。こう、すべてから身を守る盾。名案じゃない？お姉ちゃんが一番男の子じゃん。え、何を？なんでもない。でも男子ってさ、ほんとわかんないよね。あざとい女の子とか大好きだし、ぶりっ子とか。見抜けないのかな？そう、その話がしたかった。え、何が？何がじゃなくて、それよ。盾？盾の話？盾じゃない。僕と？僕とでもない。そのあざといとかの話だよ。みなみ、クリスマスって暇？いや、予定あるけど。え、もしかして暇なの？ん？何が？お姉ちゃん、クリスマス予定ないんだ。戦略的暇？ん？まあ、すごい予定が入るかもしれないから、戦略的暇を確保してるの。あえてね。逆にね。逆に、あえてね。そう！逆にあえて。うん。まあ、だから、あえての戦略的暇だから、逆に開けることはできるけど。ん？ん？いや、だから一緒に出かけるんだったら合わせられるよって。私は空いてないかな。戦略的暇に付き合ってくれてもいいのよ。うん、ありがとう。でも私は予定あるんだよね、すでに。あー、戦略的予定。はあ、南はそっちか。いや、まあいいんじゃない。うん、ただの予定。だから戦略的予定でしょ。うん、そうだ、思い出した、戦略的予定だ。もう南は戦略的だな。でしょ。やっぱさすがだわ。あー、その日も、ん、その日もだ。あえてよ、戦略的暇。でもこの日はじゃあどっか行こうか。戦略的に私のために開けといてもらっていい？あ、ほんと？うん、行く行く。開けとく。うまね。今の CM っぽくなかった？うん、見てなかった。もう一回やって。うん、美味しさ溢れ出す。あー、ぽい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 。んよ、ちょっと私もいい？うん、見てて。うん、うん、
焦げ出せバニラの大会にセンスないな。なんでよ、CM のオファー来ちゃうでしょ。これ来ないでしょ。じゃあこれは、ん、え、別ボタンやんの。ハート強っ、ね、見てていい、うん、ね、1回しかやんないよ、見逃さないでね。分かった、見てるね。見て見てるから、うん、はい、どうぞ。いくよ、うん、爪うまどう、爪うま、爪うま、流行っちゃうよこれ。爪うま、冷たいくてうまいの逆ね。まあね、そうだろうなと思ったけど、うん、そこじゃない、うん、やってみて、みなみも爪うま。え、爪うま、うん。爪うま、爪うま、爪うま。やっぱあれだね、あんまりだね、爪うま。え、意外とよかったよ。うん、普通に食べるのが一番だ。うん、いや意外とよかったよ。あ、姉ちゃんもう一回やってよ。爪うま。爪うま。バカにしてるだろう。してないよ。ねえお姉ちゃん、お姉ちゃんの初デートってどこ？マグロ漁船。マグロ漁船？うん。新宿御苑？そう。ね、すごくない？私何が？今ので分かったのすごくない？え？何がよ？新宿御苑。うん、言ったじゃん、マグロ漁船って。マグロ漁船？何それ。え、何それじゃないよ、言ったじゃん、マグロ漁船って。大丈夫？耳掃除してあげようか。私の耳なの？私の耳？そろそろした方がいいかもね、耳掃除。マグロ漁船。新宿御苑とマグロ漁船が間違えるわけないじゃない。全然違うよ、だって場所だってさ、なんかやってる何場所のさ、その名所とさ、マグロ漁船ってもう海と町だからね。変だな、全然綺麗だな。お姉ちゃんの天然もたまにはいいもんだな。誰が天然だって？うわー、地獄耳。めちゃめちゃ聞こえるわ。上手。嘘。もうちょっとじっとして、はい、笑わないで、はい。